私はもう睡眠するのであと20分頑張って。私はここにいるよ、あなたの心の中に。あと10秒です。残す言葉は、おやすみ村。おやすみ村。10時になりました。10時になったので、どうしよう、なんか話すね、話せることなんもないよ。あ、なんか、いや、なんかさ、最近はもう結構そのショールームもさ、あれなのよ、ゲームしようとしてる。ゲームしようかな、ゲームしよう、ひのもゲームする。どうしようかな、ひのもゲームするわ。いや、それはまた今度やるわ。別に今日じゃなくていいわ、もう10時過ぎてるし、またゆっくりやろう。はあ、あ、そう、プレステ5はねないよ。声出し禁止ゲーム配信、わあ、そう、プレステ5はまだショールームさんとこなんだよ。明日のバレンタイン配信結構夜遅いんだよね。だから多分私朝配信、朝っつっても別にそんな早くないけど、NCT48 生出演バレンタイン告白祭り2023、そう、10時半まであるの、8時から10時半まであるの、長っ。あ、全部に出るわけじゃないんですけど、10時半。だから私はそこそこ明日ってそれしかないかな、仕事全体の。だから今スケジュールを見ました、 NGT48 のあの全体グループ何これ、公式ホームページのスケジュール。そこにはだから昼、ちょっと決めてないけど昼に配信します。早ければ10時11時遅くてもまあ1時2時とか。明日ニコ生さんでしょ、うん、ニコニコ生放送。あ、服ないのよ。服がないの。どうしよう。なんか着てくわ。そりゃなんか着てくけどさ、服はなんか着てくけど、あ、妹と消そう、テロップ。いや、
のりーな来てく？いや、何かしら来てくよ。あ、一個いいのあったわ、それ着てこうかな。いや、コスプレはしない、コスプレはしない、別にね、何やるかまだ全然何も発表されてないというか、発表されてるものではないんだけど、まあそういうことです。ミームは、ミームは、まあ、これからサイン書きをするんですよね。はい、もうすぐお風呂も沸きます。いや、もうお風呂沸かすけど、そう、でも先に書いちゃいたいな、サイン。そう、いや、お風呂を沸かすことによって、逃がさないっていうそういうことです。お風呂が沸きました。チカナの舞台ね、そう、チカナの舞台が昨日でね、千秋楽だったんだけど、そう、見に行かせてもらって、そう、私アサルトリリー本当何も知らなくてさ、とりあえず女の子たちがいっぱい戦うっていうことだけ聞いて、そう、そう、それだけ聞いて、で、そう、ミリシラでも楽しめるかなっつって、あのチカナに聞いて、そう、楽しいと思うっつって言ってくれて、で、まあ行けるか分かんなかったんだけど、普通にスケジュールで都合ついたから見に行くって、そう、結構急遽本当に見に行ったのよ、そう、この前ね。で、そう、めちゃくちゃね、かっこよかったよ。あれ、盾、そう、でもそのざっと説明すると、可愛い女の子たちが大きい武器振り回して戦う話なんですよ。可愛い女の子たちが大きい武器を振り回しながら戦う友情物語です。友情物語、まあでも、そう、本当そう、なんかそういうキャラクター同士の関係性がエモかったり、そう、尊いってなったり、まあ、っていう感じだった。パッとそのツイッターの反応とか見ても、そう、そういうマジで戦う女の子たちかっこいいっていう、そういうやつだったね。面白かったよ。そうそう、でも概要はほんとこう、ストーリーはまた、でもストーリーも続きものでさ、そうそうそう、そう、続きもので、前回はチカナは出てなくて、まあ、今回だからいわゆる、まあ、ピンチヒッターではないけど、それでね、クレナとして出てきてるんだけど、そう、まあ、なんか前のそのトラウマを乗り越えるみたいな、そういうやつらしい。チカナがかっこよかったですね。めっちゃ可愛かったし、かっこよかった。この間ちょっと触れたか。あ、そう、あとね、そう、4ドル50セントの舞台も見に行ったんですよ。舞台？会話劇。
そう、ワタピアで共演したスマートキュン瀬谷さんが出てるっていうので、前から4ドル50セントの舞台見に行きたくて、それで同じく共演した花さんと一緒に、あのミレイちゃん、ミレイちゃん役の花さんを誘って、ちょっとよかったら一緒に見に行きませんかっつって見に行きました。最近舞台のエネルギーを大量に吸収している。でも普通に自分が舞台出演してからいろいろなんかインプットしたいというか、いろんなの見に行きたいなと思って、この前リコリスリコイルも見たし、でそう、あのね、その4ドル50セントの舞台にリコリスリコイルのタキナを演じられてる方がね、そう出演されてて、元西さん、それもねちょっと見に行きたいと思った決め手でした。そうでね、4ドル50セントの舞台はバレンタインをテーマにした会話劇で、3つのオムニバスの会話劇で、で最終的には3つの話がつながって伏線回収みたいになるみたいな。で基本日常のさ、別になんかすごくキャラ立ってる人がいるとかそういうわけじゃなくて、もう日常のお話、日常のちょっと不思議なお話みたいな。そう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 、なんか妹がやってるわ。そう、日常のお話で面白かったですよ。勉強になる。そう、話が普通に面白かった。そう、あとなんかそのワタピアもう2ヶ月ぐらい、2ヶ月は経たないんだけど、まだでも2ヶ月ぐらい経つから、すごい久しぶりになんかワタピアの空気感を感じられてね。そうそうそう、目がちょっとなんかゴミ入っちゃったかな。目にゴミが。朝日リュックのこうちっちゃいポケットの中に入ってるあの目薬取って。えらいね、声出さなくてね、えらいね。それはエアポッツや。あ、ありがとう、目薬だ。ちょっと眼鏡かけてるのは普通に今すっぴんだから、それを隠すためだけです。ちょっとおしゃれに見えるでしょ。ゴミかな、分かんなかった、ゴミかな。なんかこっちの方がなんかいいかなって。そう、なんかメガネもコンタクトも楽しみたいみたいなさ、おしゃれに、おしゃれか分かんないけど、今時はね。あとそう、レンズを外してるんですよ。それはね、リングライトが反射してしまうから。カラコンはしてないよ。なんも、ほんと今マジで顔に何も塗ってない。ガチで何も塗ってない、ほんとに何も塗ってない。化粧水と、乳液ぐらい。なんでや。ほっ、ああ、サイン書かなきゃ。さすがにちょっともう妹が黙ってから15分経ったし、妹に構ってやろうかな。それで
生写真書きます、みんなのために。メール返信くれてありがとう。メール送ろう。ということで、じゃあ明日は皆さんバレンタインです。イエーイ。ふえへへへへがーはー。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日。おやすみむろ。バイバーイ。